全然ダメじゃんこのレンズ。え、新しいレンズ買ったんですけど全然うまく撮れないんですよ。こんないいレンズで、どんな感じ。こんな感じです。そんなデジスタ頭やない。 50mm の焦点距離の特性をちょっと教えましょう。コンビニ大好きだよね、ケタ君ね。コンビニコンビニとかちょいずらーっとこうカップラーメン、こんな感じでしょ。これカップラーメンこう撮るでしょ。撮ったカップラーメン注目、全体のカップラーメンをこう並んでるところの陳列、この1対1ぐらいの割合がまあ大体50mm。ちょっとね、1対1があんまりこうイメージできないですね。あー、これにいっちゃうか。これちょっとなんか儚い表情してください。あー、ちょっと目線こっちも。この角度はいいでしょ、叶えてる。いいね。あー、あー、こんな感じで撮れました。モデルと背景、まあ、大体1対1ぐらいだったでしょ。このバランスが重要です。これだったら結構簡単に撮れそうですね。そう、 50mm はね、あの本当にこう初心者の方におすすめですね。扱いやすい子猫ちゃんになってますよね。中坪さんは扱いづらいです。